ついに来た北海道、上陸いたしました。あ、やっぱ北の大地、北感がすげえ出てきたな。ドスン、よし、じゃあ出ます。出発、江別のキャンプ場、ありがとう。江別森林キャンプ場、お世話になりました。あ、昨日の夜あんな軽かったのにめっちゃ重たい。今疲れててがっつり寝たせいか、キツネもしかも感じなかったかな、何も。あー、やっぱ寒いな。やっぱりこんな南の方でこんだけ寒く感じるってことは、これ上の方はしんどいな。今日の走行予定としては4時間だから200キロぐらいなんだよな。昨日よりも全然ある。初日よりもうちょっとある感じ。今日も速攻削りたくなりそうだからな、いたわりながら行こう。大事に初吸い込ましようかな。吸い込ま、セイコまで朝ごはん食べよう。ホットシェフ。いや、北海道優しさが溢れてる。昨日はいかつい走りを見たけど、熱い走りを見たけど、修羅の国とか言ってたけど、車線減るのか、急に車線減る案内とかねえのかよ、半端ねえな。さすが北の大地だよ、扱いが雑だよ。見りゃ分かんでしょぐらいの勢いかな。フィーリングで走るってことかな。お、スタートもかっこいい。あれ好き、あれ欲しかった。青春時代の車だったあれ、何年前だよ、20フィー前だな。あれと GT ターボ、後期の丸目4灯欲しかったな。あれめっちゃ買っちゃよかった。切れた橋渡れていいな、橋好き。白い川、何川か見なかった。13キロまっすぐ、ジャケツ痛いからいたわろうかな。石狩川だった。それは立派な川なわけだ。川も橋も立派ですよ。もしこれハンドル長ければ4日かかるんだけどな。アメリカン的なカキポキ系のハンドルにすれば4日かかって乗れるんだけど、アメリカンやっぱ楽そうだな。こう直線ばっかのツーリングはアメリカンの方が楽そうだな。アメリカンとか HD とかの方が。ダメだな、人間が前傾姿勢になりたがるから、アメリカン乗りできる体じゃないんだよな。まっすぐー、どまっすぐー、もうどこ走ってもまっすぐだよ。すげえなー。よいしょー、スパッと出ないからな。遅いから出が、やっぱり荷物満載だからな。もうちょっと荷が少なければ、日帰りとかな、一泊使ったわけじゃないからな。一泊使ったらもっとちっちゃい軽いテントにするけど、横に落っこっちゃう車とかいないのかな。ガードレールねえし、こう言っちゃちょっと失礼だけど、酔っ払い運転とか多そうだしな。ちょっと酔いながら
一杯引っ掛けて帰るぐらいありそうだしな。田舎につき、ワイちゃんは酒飲まないからわからないけど。踏切？冬は通行止めなんだこれ。止まれみよう。なんとかせんとか書いてねえな。おお、ドマッスー、すげえ超直線だな。ドマッスーさすがだな。ちょっと鳥だよ。取ってくるか。踏切のところでまっすぐな道路と一緒に撮ってたら、ちょうど電車が来たから電車と一緒に撮って、別に鉄オタではないですけど、せっかく踏切になったら撮るでしょう。本当は時間があれば富良野の方に行ってラベンダーも撮りたかったんだけど、ちょっと時間的に無理かな。まあ、最後時間が余ったら回るという方向で。お、ここは変電設備かな。変電所か、鉄塔のいっぱいだ。あー、電磁波が、ちょい失礼だな。電磁波で洗脳されちゃうかな。あんまりいろんなところに喧嘩売るのやめよう。後ろから雲来た。ラウ4次行かせるよ。怖いからライズか。どうせワイちゃん遅いんだし先行かせますよ。パンピーだって先行かせますよ。一般ピーだって、むしろ先に行かせた方が景色を楽しめる。おいしい。主に俺がで、お、もうちょっと行くと日本海ロールラインだ。やっとお、日本海見えてきた。ここから日本海ロールラインだ。ルモイまで99キロ、結構あるな。その先だもんな、初三ペットは。あと150キロぐらい多分あるんだ。信号も少ないしな。こうやって交通量も少ないからかなり一定した速度で走れるし。今日本海ウロンラインまで来て10時前、9時56分。ルーメンまで99キロか。その手前の一回野営場があるところで、日本海側のそこちょっと一回見てみたいんだ。そこに泊まるわけじゃないけど、最初はそこも候補に入ってたんだけど、富良野のラベンダーを飛ばしたのでそこは寄らずに、ルモイでも泊まらずにその次まで行って初山別まで今日は走るルートにしました。これはスノーシェットなのかな、雪よけの。なんかあるわけじゃないもん、トンネルにしないといけない感じじゃないもんな。副道で覆いかぶさる道路ってあったもんな。上をなんか通るのか、これ多分橋の代わりに。来たったらあんな長くしねえか。めっちゃってちゃって、ワイちゃん遅いから、カブ遅いんで、よいし。そしてやっぱり風があるんだな、かなり。すげえ持ってかれるわ。そりゃそうか。吹きさらしの日本海側だもんな、思いっきり。コタン。減速帯は荷物的なあれできついな。ボヨンボヨンして
避けるとこあるんだから使うよ。なんなんに煽られて急出しちゃもったいないからな。スルースルー。いやーすっげえ。断崖に家が建ってるとすごいな。こういう海沿いに家が建てれば絵的にはすごいいいけど、実際は潮ですごいからな。痛みの速さが半端ねえからな。しょっちゅう真水かけてないと潮潮になっちゃうから。理想と現実はほど遠い。洗濯物も潮だらけになるしね。海の見えるとこっていいなとか思うけど、思うだけでまたやっちゃいかない。やっちゃいかんですよ。今10時10分か。目標地点まであと40分ぐらいか。一回止まってもいいな。石狩アイロード熱田。おっと下歩いてる。こんな大きな道路を平然と歩くから怖いね。留萌方向。早いんだからさっさと行って。そうそう。いやーちょっと曇ってて残念ですな。いや十分だけど。あ久しぶりから磯の香りってやつ。日本海の波が直接当たるから現れて石が丸い丸い。玉っころの石だよ。みんな玉石玉石デカ玉デカ玉デカ玉石。残念ない路面湿潤。路面濡れ濡れ。マジか。まあこの時期は凍ってないからいけるでしょう。レコード版だからな。入ってるのが溝が融雪用の溝が入ってるからそれがハンドル取られるんだよね。あと寒い。ヒヤーっとするところじゃないなこれ。芯から冷たい系。やっと脱出。いやー長かった。寒かった。あーあったかい。じわーっとあったかい。あ曇った。あシールドが曇った。まさかのな。あ、もたもた。おー、スクーターかい。やるなスクーターも結構しんどいなあれ。ディオか。スクーターもなかなか荷物乗せるのきついよな。カボみたいなギア下げて走れないから余計きついよな多分。さらに小径ホイールだもん。尾転はチューブレスなことぐらいが。柏木石狩市柏木浜松温泉新十津川。ほうほうほう。レイドのお父さんは釣りしながら回るって言ってたな。それもいいよね。釣りとバイクの一人旅。いやたまらないっすね。あんなおじいちゃんかっこいいわ。これだ。これこれ平城。マスケ町来ました。ここは勝手に泊まってもいいらしいところ。野営場らしいですけど水道は塞がってます。でも道路がちょっと近すぎてうるさいかな。もう夕日が綺麗そう。
増し系増えるかな。そういう意味じゃないんだけどね。わーすごいな、すんごいゴツゴツしてんな。あの隙間とかもなんか洞窟みたいになってるんだろうな。綺麗。それにしても長えな。やっと出れた。あー曇る曇る、一気に曇るよこれ。アクションカムの方も曇ってるかな。だったら分かりやすくていいんだけど、めちゃくちゃ曇ってる。湿気で温度差で一気に曇るよ。すぐ治るんですけどね。わっ、ここ高っ。またトンネルかよ。トンネル終わってまたトンネルかい。トンネルばっかだなこれ、さすがに。連続トンネルだこれ。真っ赤岬トンネル。いいね。トンネル、橋、トンネル、最高じゃないですか。好き。スケリバーサイトパーか。ここ高いんだよね。最初ここもいいかなと思ったんだけど、値段がすごいバカ高いから、関東の料金みたいな感じだったからな。やめちゃった。ここは増し毛町まで来て12時ちょうどぐらいか。留萌市、お早いな。もう留萌市入ったから12時半、留萌市突入。いやー風強いな。これひょっとしてこれ海沿いずっとこんな感じかな。なかなかしんどいな。辛くなってきたぞ。ツイスト、ツイストローも多いな。めちゃくちゃ多いな。セロより多いな。むしろツイストしかいねえぐらいの勢いだな。セロ 2,3 台見たけど、Vストロームが圧倒的に多いな。250も1100も。昔、一昔いた VTR は全く見なくなったな。250、さすがに弾が減ったのかな。一機だけ回ってる。いっぱいあるの節電かな。なんでなんで風車節電すんだよ。発電しろよって話だな。節電からじゃねえよな。風力発電じゃねえかあれ。武器引いてんじゃねえぞ。あ、これ二神街道だ。さっきも見たな、二神街道。ちゃんと顔で認識する。ちゃんと顔認証するし。いやなんかちょっとパラパラ降ってきたな。ちょっとこれはどうしようかな。小雨がパラついてきたぞ。なるほど、降りはしねえだろうけど、ミラーレスはしまっとこうかな。ミラーレスはしまっておいて、いや、降らない、大丈夫。俺は降らない男だ。俺は降らない男だからいける。ほらほら降ってきた、降ってきたぞ。大丈夫、俺も晴れ男。これはやむ。
備中か。ちょっと腫れ出してちょっと破らせてよ。やっぱり指でやらめな。よいしょよいしょ。ちょっと安心して止めよう。雨降ってきたのでカッパです。頑張ろう。もうくじけそう。雨降るとくじけそうだよ。そのうち降るとは思ってたけど、こんな早く降るとは。果たして行けるでしょうか。ありがとう、アマゼルポイント。まだ解説してない。海水浴場の駐車場の水道レード。この辺やっぱ止んだな。これずっと降らないかな。お疲れ様でした。本日の宿泊地はこちらです。初山別、初山別のキャンプ場ですね。本当は海沿いの方に無料のやつがあるんですけど、そっちはやっぱり人が多かったんで、こっちは一張500円、けどおかげでガラガラ。今日はここに一晩泊まると思います。水道もあるし、広い。晴れ男パワーをもってしても霧雨を防ぐことができませんでした。初めてじゃないか、走ってて振られたの。撮ってる時に。まあそんな感じです。ご視聴ありがとうございました。どうぞまた次も見てください。いやー、どん天だよ。晴れてると星がすごい綺麗なので、ここ見たかったな。霧雨降ってきたな。あれ、さっきよりちょっと水気が多くなってきたな。日が出てきたぞ。ちょっと晴れ男パワー本領発揮か。
すごいな、こんな風強いと思わなかったな。あ、ボランティアの人がいるんだ。